まあ、今日は前半はですね、ですね、私どもでちょっとどんな感じでやるかなっていうことをですね、まあ、20分ぐらいですね、10分か20分ぐらいさせていただいて、その後そうですね、皆さんもでもしよろしければ簡単でいいんで自己紹介をですね一人ずつやっていただければなと思ってますのでよろしくお願いします。今日はですね一応、まあ、オリエンテーションということで詳しい内容は差し控えたいと思うんですけど、一応そのですね特にですね今回は今すごくいろいろニュースでもですね話題になっている世界文化遺産ですね、これについてですね一つ一つまあ関連ありそうなところを取り上げながら授業を進めていきたいなと考えております。でこれは世界文化遺産の、まあ、広報も含めた一覧でございます。でそうですね、特に、まあ、私の講座に関係するのは法隆寺地域のですね仏教建造物とか古都奈良の文化財ね、あと琉球のグスクの関連とかね、まあ、そんなあと墓図古市古墳ですね、仁徳天皇陵とかね、まあ、王子天皇陵のねあれですね、そして最後に北海道の、北海道あるいは北東北の縄文遺跡群ですね、これはまだ考古なんですけど、まあ、後々いろいろね今ももうニュースになり始めてますけどね、そういうのを、まあ、取り上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それでですね一応まあ、せっかくですんで、特にですねちょっと残念なことにですね、まあ、先日琉球のねまあ、グスクですね首里城がちょっとまあ焼けてしまいまして、私も大変驚いて心を痛めてるところなんですけど、まあなかなかね皆さんもね行かれた方もおられると思いますし、まあただ焼けてしまうとねどういうものだったのかっていうのもね本当に映像として分かんないものもねあると思うんで、まあ、ちょっと沖縄に行った際にですね撮ってきたような映像をですねお見せしたいなと思います。まあ、これがですね首里城ですね、まあ、こんな感じですごくね壮麗なまあ建物がですねこうですごく細かくこうなんですね作られてるんですよね、復元されてるんですよね。でまあこの正面のとこっちの方もね焼けちゃったんですけどね、こんな感じで来ました。またですね復元していただきたいなと、これより願っております。まあこれは外観で中の方はですよね、まあ、これは細かい部分ですね、いろんこういう装飾がですね、色鮮やかなんですね、大阪沖縄ってね本当に、まあ、特にその竜の文様ですかね、この夜景残ったその竜の柱がね今映ってますけどね、あこれですね、はい、こんなのもございましてですね、あとはもう一つ、中の様子なんですけどね、この中の方がですね和室とかこう復元されてましてですね、もうちょっといろいろ映してはいるんですけど今回はちょっとこんなところで、でグスクっていうのはですね特にその、山城って言われましてですね、まあ、中世ぐらいのに造営されたお城の跡であるとは言われているんですが、ただまあそれ以前よりからあったのではないかという説もございまして、まあ、その件についてはまたちょっと、後日ですね取り上げていきたいなと思います。すごく大きいですね、こんな感じで石垣がですね、こう連なってたりするんですね。まあ、こ
こういう部分を含めて本当文化遺産としてはすごい価値のあるものですし、この石積みのですね精度の高さですね、石と石を切り合わせるようなね、そういう部分を一つ見るだけでもですね本当にすごい、ものですね。これなんかその上の方がいたのですけどね、こうその城郭になってですね、声をそれでその結構高いところにねあったりするんですね、見晴らしのいいですね、感じでですね、作られています。ここでコンサートとかねされる方がいるみたいなんですけどね、で海が見えます、やっぱりね遠くにですね、こう、こういうですねものもございますし、あとまあそうですね、まあ奈良飛鳥はまた後日、してあの熊野とかもですねこういうものも文化遺産になっておりますね。これは熊野大社ですね、熊野詣でとかねいろいろされる方いらっしゃるみたいですけどね。でまあ、あの自然がね素晴らしいんですね。これは那智の滝って言いますね、ものすごく大きな滝なんですけど、こんな感じでですね、まあ、ちょっと山を登るとですね、見ることができますね、はい、ですね。これもそうか、これもそうですね、熊野までのですね道はですね、まあ、かなりだいぶ最近は整備されてましてですね、奈良とかあるいは和歌山経由でですねあの行けますんでですね、もし、お時間ある方はぜひいらしてみてください。まあ、その他ですね、北海道遠くのですね、縄文遺跡の候補ということで、これがですね、函館の近くにありますね。あ、違う、あ、そうか。伊達ですね、ごめんなさい、伊達の近くにありますね。あの入江貝塚のドローン空撮映像ですね。まあ、こんな感じでドローンでですね、撮影すると、上の方からですね、見えたりしますね。はい。縄文時代はですね、縄文海進地ってちょっと暖かかった関係ですね、海水がかなりその内陸まで入り込んでた関係で、ちょっと小高いところにですねこういう遺跡があるんですね、海岸沿いなんですけどね、上から見るとまあこんな感じですね、まあ、見えたりしますね、これ海岸ですね、はい、またいろいろドローンの空撮映像もですね交えながら、紹介していきたいと思いますね、楽しみです、それでですね一応まあ、次ですね特に電子ツールを使ってっていうことでですね特にここからはまあ私の一つの専門でもあるんですけどですね、まあ遺跡をですね、遺跡の位置ですね、特にですね、それをですね、位置とかその形をですね、まあ空から見たりとかです、ね
ですね、広域地図で見ていくとどんなことが分かってくるんだろうってことについて、まあ、ちょっとずつですね毎回触れながらやっていきたいと思ってます。で特にですねこれはサンプルなんですけどね、九州のですね弥生時代とか、まあ、古墳時代にちょっと入るようなね遺跡の、まあ、これは位置を示したなんですけどね、吉野ヶ里遺跡とかね、平塚川添遺跡とか、あるいはその伊藤平原遺跡ですね、卑弥呼の、ね、鏡で出たんじゃないかっていうね、ところね、まあ、そういうような遺跡をですねこう電子地図でですね見ていくとこう100キロとかね150キロぐらいのね距離の長さでもねちゃんと東西にですねまあきちっとした位置に測量して、まあ、作っているっていうことはですね、こう吉野ヶ里遺跡の、まあ、東側にもこういう大きなね小坂辻原遺跡とかですねあったり、まあそういうですね電子地図を使うと今まで分かんなかったようなこういうその位置関係あるいは距離関係ですね、尺度とかそういうものがだんだん、まあ、正確に分かるようになってきた。で分かるようになってきたことによってですね今まで見つかってないさらに遺跡がこのですね、まあ、そのラインの上にですねあるかもしれないとかね、まあそういうことについてもですねちょっとまあ本当にここ10年ぐらいですかね可能性が見えてきているということですね。まあそのこともお伝えしたいですし、特にそのドローンで Google のね地図とかを使うとですねこういう形でこう航空写真がですねこういろいろ見えるようになってくるんですね。そうするとその今話題のですね赤村っていうところにある古墳のような地形があるんですね。でこれがまあこれが橋原古墳っていう本物の古墳なんですけど、これと似たような地形のですね古墳みたいな地形がですねうちの裏山にもあるぞみたいなね話からちょっと今はアマチュアの間でですね話題になっているんですけどね、まあ、そういうようなものについてもですねこうちゃんと分かるようになってきて、それで皆さんのごく身近な地域ですねにももしかしたらこういう古墳とかですね遺跡が見つかる可能性があるという話をですね、まあ、ちょっとずつしていきたいなと思っております。で、まあ、もしそういう地形がございましたらですね私ドローンを持って参りますので、次回あたりちょっとドローンの本物をまたおじさんにして見ていただきたいなと思うんですけどね、まあ、これなんか私じゃないんですけどね福岡のです日田のですね小林香さんがですね古墳みたいな地形を見つけたということで、私もちょっと撮影にね参ったところなんですけどね、まあどこが古墳なんだっていうね話を、していくと、まあ低いとですねあんまりよくわかんないんですけどね、さらにこう高く上がっていくとですねさっきのですね古墳みたいな形のしたところの上にこう住宅がですね、なんかあるぞみたいなのがね分かってきたりするわけですね。でドローンのいいところっていうのは Google マップだとですねあまりにも高いところから映しすぎてて、ちょっとその起伏とかですね細かい部分がわからない。でもドローンだとですねちょうどその中間ぐらいですねの高さからこうなんですかね、こう放送をね捉えることができるというのが特徴ですね。でここがこう丸くなってるのがその古墳のですね、まあ、古墳部っていうんですけど、まあ、先ほどの箸墓と次は四角く、まあ、なってる部分が、まあ、前方ですね、まあ、こういうような形でどうも古墳の上にですねこう家を作っちゃったんじゃないかという本当にその可能性がですね出てきたりしてますね。まあそんなこともですね、お知らせしていかないと思ってます。あとですね、まあ、北海道はですね墳とかというよりはそのですね縄文遺跡とかね旧石器時代の遺跡が皆さんの家の近くにも実はたくさんあるんですね。で特にその話もしたいと思うんですけど、そちらに本をですね今日図書館さんに用意していただいたんで、まあ、毎
埋蔵、文化財のね、あの遺跡地図みたいのを見ていくと、本当に私の家のすぐ100メーターそばにもですね、縄文遺跡が大きいのがありましてですね、びっくりしちゃったんですけどね、まあ、そんなこともですね、分かるような資料もね、今日用意していただいてますので、後でご覧になってお借りいただきたいんですけど、まあ、それでそういう話もですね、ちょっと第1回、第2回で取り上げていきたいと思いますので、お楽しみください。あとですね、ちょっとこれは一番こういうライン、私が電子地図で引いたラインの中で眉唾っぽい今やりかけの、ものなんですけどね、これはですね、札幌近郊のですね、山々とですね、電子地図で結んだラインですね。で、何でも結べばいいっていうもんじゃないって言われそうなんですけど、まあ、結んでいくとですね、実はちょっと面白い傾向が見えてきたりして、特にですね、まあ、何が面白いかというと、その天狗山っていうですね、天狗岳とか天狗山ってたくさんあるんですけど、それを結んでいくとですね、しっかりした位置にあったりするんですね。泊天狗山とですね、あさり天狗岳ですね。で、これは夕張岳の肉ですけども、この天狗岳、あさり天狗岳から、定山家天狗岳ね、こういうラインがですね、ちゃんと東西にこうあったりして、まあ、さらに調べていくとですね、宝平山、豊平山ですね、焼き山、あるいはその片石山ですね、皆さんも見たことあったんですけども、木田石石採掘場があるんですね、まあ、こういうのもなんかこうラインを引いていくとですね、なんか乗っかってくるぞみたいなね、まあいろいろ分かってきましてですね、藻岩山とかね、手稲山とか、あ、これもですね、ずっと引いていくと蛍の天狗山はね、こうずっとね乗ってくるみたいなね、あるいはその片石山から定山家というのは余市だっけね、大きい地図で見ていくと、その北海道のね、大きい地図だと片石山からだと、結局この木別は木山だけっていうんですかね、これちょっと分かんないですけど、ここに行き着くんですね。で、この北がその先ほどのまあ浅利天狗ね、まあ、で この間を見ていくと、その羊蹄山がね、ここにちゃんと、で山を、要するにこう何を言いたいかというと、全国のねですね、と言われるんですけど、ですね、まあ、そのこれはその結局旧石器時代のですね、遺跡にですね、まあ、ぶつかるんですね、ライン引いていくとですね、2万年前とか3万年前の話になっちゃうんですけど、でその時代にですね、まあこういうふうにこうとんがった形ですね、まあ、ちょっと人はある人はピラミッド型とかってね、まあいいっていう人もいるんですけど、こうとんがった形にどうも山頂の方ですね、なんか成形してるんじゃないかとね、いうような感じが見えてくるわけですね。で、アサリ天狗岳とかね、宝平山、まあ、片石山ね、これもとんがってますね。で、横から見るとですね、このあさり天狗岳みたいにこう、そのこういう形になるんですね。まあ、台形型の、なんですかね、こういう形になるんですね。天狗山もこうですね、こういうね、横から見ると。まあ、そういうようなものをなぜ作っ、なんかこう、石器時代の人がね、一生懸命やったような感じが見えてくる。で、まあ、これはですね、まあ、前からもちょっと言われてるんですけど、その全国にですね、もうあるんですね、三輪山とかその黒俣山ですね、ピラミッド型をしてるとかってね、なんかよく言われて、まあ、怪しい話ですね。これ先日ちょうど数日前にですね、ちょっと東北行く用事があって撮ってきた映像なんですけど、まあこんな感じでですね、四角形三角形だったですね、なんかちょっと普通の山よりこう成形されたようなね、跡があるそうみたいなね、まあそんなことがありましてですね、まあ、ね、ドローンで見ていくと
こんな感じになってね、見えたりするみたいなね、あるんですね。まあ、これはドローンの撮影で手を飛ばしますけどね。まあ、こんな感じでドローンで見ていくとですね、これが山ですね。横から見たところですね。ここが三角形になってね、こう斜面がですね、こう、あったりするみたいなね。まあ、こんな感じで見えたりします。まあ、それがどういうものかって、どうしてそうなのかっていうのをいろいろ今考えてるところなんで、皆さんからも逆になんかご意見があれば情報をいただきたいなと思ってるんですけど、まあ特にですね、なんでそんなことをしたかっていうと、まあ縄文時代とか旧石器時代とかっていうのは、そのまず道がねないわけですね。今みたいに人口が数万人とかね、あれです、まあ、数億人もいるわけじゃないですから、舗装された道がないんですね。でそうでありながら、その、まあ、全国でも1万人いたかどうかはね、いないと思うんですけど、で北海道には数百人しかいなかったようなまあ計算も出てですけど、そんな世界の中でそれでも交易をやってるんですね。矢尻用の黒曜石を北海道の方から東北にですね、船を使ってね、もう2万年前にね、運んで交易してるんですね。でそういう、まあ伊豆諸島の方から関東の方にですね、また船を使って黒曜石を運んだとか、黒曜石っていうのはその矢尻ですね、その弓矢でこうイノシシとかを作るね、いるために必要な、まあ、生活必須品っていうんですかね、これがないと生きていけないわけですね。でそれを手に入れるためにどうしても交易する必要があると。でその時にその道なき道をですね、やっぱり縄文人なり旧石器時代人をね、まあ歩いていかなきゃいけないですね、交易商人ですね。そうすると目印となるのはもう山しかない、ね、山と地形しかないわけですね。ところがそのだからまあその天狗岳のね、三角山のところをこう目印に行けば、まあどこどこの村に着くとかね、そういうふうにしていく。で特にその航海してますとね、津軽海峡なんかね渡ってるはずですから、そうするとですね、夜になっちゃうわけですね。ですね。そうすると真夜中の中に、まあ、フェリーとか乗ってから方はよくわかると思うんですけど、その津軽海峡ってすごい荒れるんですね、日本海側に抜けていくとね。で中を丸木船でね、数人でこう真っ暗の中を泳いでいくわけですから、その恐怖感ったらね、もう並大抵じゃないと思うんですけど、その時にですね、やっぱりその山のね、その頂っていうのがこう目印になる。あと月日とね、誠意ですね。ただ曇ってたら見えないわけです。でそんなのがじゃあ何をするかっていうと、まあ竹木とかね、のろしを上げる。まず遠くからですね、海の近く。するとそのまあ待ってる人たちがね、そのこっちだぞみたいな感じで合図をくれるわけですね。だそれを目指して漕いでいけば、とりあえず津軽海峡は渡れるみたいなね。もうちょっとずれていくと、その流されちゃってね、そのもう何十キロ何百キロも流されちゃうと、まあ本当死んじゃったりね、その攻撃が無駄になる。それをまあやっぱりその解消するためにですね、まあその岩倉信仰ってね、まあ後の時代まであるんですけど、神道関係で岩倉信仰で、まあ三輪山なんかね、神奈美のね信仰があるんですけど、でその上にそのまあ光る太陽石っていうのをね置いたという、まあ話があるんですね。でなんでそんな光るものをまあ置いたかっていうと、結局山の上でその火ともすわけですね。で光るわけですね。そうすると遠くからでもその位置が夜でもね昼でも分かると、まあそういうようなことを考えてたんじゃないか。後の時代は多分それを鏡で、人工の鏡でねやってたんですけど、まあ戦国時代なんとかね、戦国の武将がのろしとのろし火のを鏡で反射させて隣のね山の向こうの方までね、まあ、通信をしてたんですね。敵が来たぞみたいなね、まあ、そんなことをまあやったらしいと。でまあそれがもしかしたら、まあ、旧石器時代のねこういう山岳がねちょっと明らかにこう成形されたのに関係してんじゃないかなと今考えてまして、まあ具体的にはこう二段構造になってましてですね、上がこうまあピラミッドみたいな三角で、に下がこうもう何ですかね、こう緩やかな斜面と急な斜面がこう接合したような、こっちの写真見るとよく分かるように山の側面から見るとこう緩やかのと急なのがですねこうあるんですね。こういう構造をまああちこちに見ることができると。
前から見ると、まあ、三角形になってますね。これ何どうやってやったかっていうと、まあ、多分動作崩れみたいなのをですね、人工的にこう起こすと、上からね、でバーッとこう水とかが含ませたところだと、先日のね、まあ、ちょっと北海道地震の時みたいにですね、土砂崩れがこう起こるわけですね。で特にその焼き火をですね、全部焼いちゃって、そのもろくなった斜面ですね、一回焼き畑みたいに焼いちゃって、でそこでこう濡れた雨で濡れた時にポンと土砂崩れみたいなのを起こしてやると、こう、まあ、土砂崩れがあってね、こういう綺麗な成形をねしやすくなったんじゃないかなと思ってるんですけど、で、まあ、光の反射ですね、こう実際鏡を使ってちょっとですね2つの鏡を使ってですね、斜め角度を変えてみると、まあ、太陽が高い位置だとこの下の斜面がねこういう形で反射して見えるんですね、遠くから。で、太陽が低くなるとですかね、そうするとこのこっちの写真みたいですね、上の方に今度夕方とかですね、上の方のこの三角に反射される。まあそんなことをしてね、昼でも夜でも夏でも冬でも、あの山の斜面の反射をですね確認することができる。まあそれを通してですね、まあいわゆるそのあのですね、あの道がな道なき道をですねまあ生き抜いて、行ったんじゃないかなと。まあこれはまさに妄想に近いものなんで、私の中でも一番眉唾に眉唾ラインと呼ばせていただきますけど、ただこんなこともですね、皆さんの近くの遺跡とか山とか丘とかね、なんかそういうものに見えてくるかもしれませんのでですね、またそんな話もですね、あのもしうちの近くにもですね、こんな変な山があるとかね、あのこんなちょっと変な石があったとね、あるいはその遺跡がやっぱり遺跡地図であるとありましたみたいなね、まあ、ございましたらですね、あのお知らせいただければ、いろいろ調べますん で、まあ、本当に古墳時代の古墳もあるんですね、江別の方にですね、東北からさらに北海道に来てその、まあ、交易とかしてたんでしょうね、そういう人たちの古墳の跡なんかもですね、結構たくさんありましてですね、まあ、つい数日前もですね、恵庭市の、もう伊ざり川の、ね、近くのですね、古墳跡地をですねちょっと見てきたりしましたけどね、まあそんなこの映像とかね、そんな情報もですねちょびちょび、皆さん今回もお知らせしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみくださいということで、お聞きください、ね。まあ、ちょっと今日は短いんですけど、こんなところで。